大ゴールドラッシュにて、盆を使って先行する、サワードゴールドラッシュとは、新しく金が発見された地へ、金脈を探し当てて、一攫千金を狙う採掘者が殺到することである。競技では、1848年頃に、アメリカ合衆国カリフォルニア州で起きた、カリフォルニアゴールドラッシュを指すが、ゴールドラッシュという言葉が現れたのは1870年代、半ば以降である。 一連のゴールドラッシュは世界のマネーサプライを急増させた。フランス銀行の発見口は1850年の4億5000万フランから1870年に15億5000万フランとなった。プロイセン銀行の方は1850年に1837万ターラーだったのが1870年には1億6326ターラーに達した。金準備の増加は 中央銀行の再割引きも促進した。イングランド銀行の場合、1847年10月の830万ポンドが1852年の第3.4半期平均で2180万ポンドに増えた。フランス銀行の場合は増加率が5倍近く、 1847年の1億2260万フランから1852年の5億8480万フランにまで膨れた。オーストラリアでのゴールドラッシュは19世紀後半に複数回発生している。著名なものとしては1851年に発生したニューサウスウェールズ州とビクトリア州のもの、1890年代の西オーストラリア州のものが挙げられる。 ニュージーランドでは1861年にオタコ地方でゴールドラッシュが発生した。1864年にはウェストコースト地方でも発生している。カナダでは1896年にクロンダイク地方でゴールドラッシュが発生した。カリフォルニアゴールドラッシュ当時の最高車を運ぶ船の宣伝アメリカ合衆国では1799年に ノースカロライナ州カバラス郡にある後のリード近郊で発生したものが最初のゴールドラッシュとされている。30年後にはジョージア州でも発生1848年には特に有名なカリフォルニアゴールドラッシュがこれに続いた。その後アラスカ州で数回のゴールドラッシュが発生している。チリのティエラデルフエゴでは百八十三年からゴールドラッシュが発生しているが、 1884年にビルヘネス岬で座礁したフランスの蒸気船アークティキの救助に向かった部隊が付近で金を発見したことによるとされることもある。1690年のブラジルゴールドラッシュでアマゾン奥地に多くの採掘人が流入。2000年代以降も奥地の近郊では一攫千金を夢見て過酷な生活、労働環境下で働く近郊採掘人がいる。 詳しくは、ガリンポを参照。南アフリカ共和国では、1886年当時、トランスバール共和国であった、ウィット・アウォーターズランドで近郊が発生された。その後1899年に、国内でダイヤモンドが見つかっていた、当時のオレンジ自由国と同盟を組み、イギリス帝国側と戦う、防ア戦争へ向かった。当時最新の方法であった。 マッカーサーフォレスト法が低品位金鉱石からの抽出に利用されていた。展示で金に陶器が集中すること、または比喩的に何らかの陶器的なものに人気が殺到することがラッシュと呼ばれる。ありがとうございます。